ライブアースは地球温暖化防止活動を促進するために開催された世界規模のチャリティーコンサート、同コンサートはテレビラジオインターネットを通じて世界150カ国以上20億人が主張2007年7月7日に最初に開催され2008年12月7日にもインドのムンバイで開催が予定されていたがムンバイ同時多発テロの影響で中止となった 2015年1月21日には、再度第2回として、ロード2パリの副大で6月18日の開催予定が発表されたが、その後開催規模は、当初の世界的フェスティバルから大幅に縮小され、シャンド・マルス公園でのアルゴアの n g ン団体クライメート・リアリティが開催するイベント24アワーズ・オブ・リアリティの一環として、 2 4アワーズオブリアリティライブアースの名称で11月13日から14日にインターネット配信形式で開催された世界7都市で2007年7月7日に7つの大陸で順次開催された地球温暖化防止を訴える世界規模の同時コンサート地球温暖化の解決に向けたプロジェクト SOS が手掛ける初の巨大イベント 2005年のアフリカ貧困撲滅支援コンサートライブ8でエミー賞を受賞したケビン・ウォールとドキュメンタリー映画不都合な真実の作者としても知られる元アメリカ合衆国副大統領のアルゴアが中心メンバーとなって2007年2月15日に開催を提案し7つの大陸で行われる9つのコンサートと市長参加4会場で開催 100人以上のミュージシャンが集結し、マルチメディアを通じ150カ国に24時間中継され、20億人の観客と共に、気候変動の危機の解決に向けた、世界的なムーブメント、SOS キャンペーンのミッションは、個人に力を与えて、消費者行動を変え、企業や政治のリーダーを動かし、気候変動の危機に対処する方法を決断させること。SOS のメッセージは、 誰でも、どこでも、気候変動の危機を解決するための呼びかけに応えることができ、またそうしなければならないと、継続して訴えかけた。開催地の世界地図ウェンブリースタジアム、編集ウェンブリーでのコンサート風景、ジャイアンツスタジアム、編集ナショナルモール、編集幕張メッセ、編集プレゼンター、当時、編集 OG スタジアム、編集 HSH ノードバンクアレナ、 編集コパカバーナビーチ、編集、あずままさあき玉、電子塔、編集コカ・コーラドーム、編集堂コンサートは、世界120社が、テレビラジオ同時中継した、オーストラリア、ブラジル、ドイツ、日本イギリス、アメリカ、テロの、影響で、チャリティーライブ、ザ・ライブ・アース・インディア、中止・イブ・タイムズ・ファレル・ウィリアムス、ライブ・アース第2弾の開催を発表、バークス・ファレルと、ゴア・元米副大統領の、ライブ・アース、計画が、 大幅に縮小バックス。ありがとうございます。